はい。大問6、空間図形に関する問題です。ねじれの位置にあるものを選べというものです。ねじれの位置。あのー、予測としてはね、これ、これに関する問題は、もっとね、深い問題がこれからどんどん出てくるとは予想できますが、まあ、この段階では、交わるものと平行であるもの。これを消して残ったのがねじれの位置。まあ、これで通用する問題が多いので、まずそれを押さえましょう。まず AB に交わってる辺は、ここ、×していけばいいよ。 ちょっとでもくっついたら交わってるだからね。こうバツして消していきますで。あと平行なもの。これらはみんな平行ですね。えー、これらを消して、で、A、B 間違って数えないように気をつけてね。で、残った辺の数もか数えて答えです。数えていくと、1、2、3、4。で、裏面に行ってね、5、6。で、7、8。8本ですね。答えは8本ということになります。